はい、どうも日崎です。本日はですね、この見ての通り海の上にいます。今日はね、千葉県の方にね、遊びに行こうかなみたいな感じで思ってるんですけど、ファンクラブ旅行とかね、長らくもうできてないんで、この動画を通じてある意味ね、一緒に旅行に行ってるような気分になってくれたらなと思うんで、この後もぜひ楽しんでってください。そして本日ね、一緒に出てもらう人を紹介しましょう。ザ・ジーニアス・オーケストレーションから与田光平です。イエーイ、はい、どうも。まあね、もう毎度おなじみになってますけどね、はい。まあ、初めて見てくれた人もいると思うんですけど、生粋のメタラーというか、はい、早弾きギタリストなんでね、ぜひチェックしてほしいなと思います。お邪魔します、はい、そしたらじゃあとっとと千葉の方に向かいたいなと思います。それでは最後まで楽しんでください。幸せの鐘を鳴らすのはうるさいうるさい千葉に行って幸せになってきます何やろこれ、最低のデートコースみたいな大問題で撮ってる場合じゃない、不安で不安で、一日何も食べてないからね。木更津の袖ヶ浦公園というところにね、フラットを寄ってみました。桜早かったですね、今年散るの。まあ、基本はね、まあ、ギタリストとしてのこの YouTube チャンネルなんですけど、普段やっぱり何もなかったら、ね、ずっと曲作って家で仕事してっていうのが多いんでね、こうやってね、仕事と言いつつ遊びに行ってる姿をね、せっかくなんでカメラに収めて皆さんにも楽しんでもらおうかなと思います。チューリップ、あ、チューリップって4月、春じゃないですか。4月やんな、春のイメージです。久しぶりに見た、そんな食いつくとこ逆に本当いいっすね、なんか空気がそう、いや、いつも俺公園とか作曲しに行ったりする、何も持たずにボケーと座って曲作ってる。でなんかメロディー出てきたら帰るとか、うん、なんとなく納得するまで。へえ、結構あるよ、そういう仕上がったり。なんかあるんですか、この公演を特にいい曲かける。ベルサイユのシンパシアっていうバラードがあるんだけど、はい、それは新宿御苑でできたから。あ、そうなんですねそうそう、これ結構面白い情報なんじゃないですか。そうそうあれこれ何これ何、すごいですね、これ何、めちゃくちゃ春。リビングストーンデイジ、あ、デイジ、デイジ、いいっすね、あったかくて。子供めっちゃいるわ本当だ。滑れるの怖っ怖っ。日崎ニューミニアルバムルサルカ発売中シュール。やってまいりました、亀山ダム来ました。この壮大な感じ伝わるでしょうかあの海ほたるから来て公園に行ってダムに来るっていうなんやろこれ、
最低のデートコースみたいなダムに連れて行く男どうなんやろダムってもう小6ぐらいが最後かな、一旦あの富山の黒部ダムの方にね、小6の時に家族と行ったんですけど、それ以来ぐらいちゃうかな。釣りとかしたいなさあどうですかいや久しぶり、すごいなこれ、なかなかの自然ですよ、うん、前は。まあね、もやっぱずっと家いるからね、で東京とかだとね、やっぱこういう場所もなかなかないんで、久しぶりですね。撮ってる場合じゃない大問題非常に大問題が発生しまして、次の場所に来たんですけど、車をね駐車場に止めた瞬間に車が全く動かないっていうね、急すぎてこんなことあるんだっていう、しかも山の中確かにいつ助かんねん。まだまだ予定はあったんですけど、どうなることやらみたいな、まあまあやれることをやろうみたいな感じですよ。え、有名なんですよね。有名です、なんかインスタ映えスポット。ほんますか。ジブリのようだ。新時代。あ、めっちゃ綺麗。あ、洞窟。あ、すごい。すごいこれ。綺麗だ。車が直りますようにって、はい。エンジンつきますように。JAF が早く来てくれますように。いや、すごいこれ。すごいですね。本当だ、ジブリの世界って書いてある。下まで行きましょう。やば。まあ、ここちょっと。写真欲しいな。お、すごいね。すごいですね。行きます、はい、チーズ。なんとですね、洞窟に向かう前に立派な青年2人組がバッテリーをつないで、うん、直してくれました。くれ、そしたらガソリンスタンドも働いてくれでした、一人はの人で運よく、とりあえず車の方は無事に動いて、はい、無事やけど、でも止めてはいけないノンストップでまあ一応奇跡みたいな。いや本当っすよ、ね、二度目の二度目の洞窟の方へあれですね、鐘叩いたら本当に JAF が早く来るどころか、確かにすぐ直ったっす、確かにこれすごいですよ。そしたら洞窟楽しみだな。さあ来ました、どうぞ。確かにすげえ、マイナスイオンがすごい。あーでも綺麗。映えましたね。暴走感感じてますか。暴走感あの地元の公園感まあでも次からは海シリーズですもんね。そうですね、夕暮れ、うん、ここからまあ海沿いを通ってまた都内にみたいな、まあ、朝から何も食べさせてもらえずピコピコや、お腹ピコピコやてな感じで、なんたらの岩でした。
洞窟じゃん。あ、洞窟か。亀岩の洞窟でした。てな感じでいろいろありまして、はい、ご覧の通り夜です。夜です。本来ね、はい、海沿いに来て、はい、ね、まあ、千葉というこの辺はね夕日が綺麗なんでやっぱり、はい、その辺の様子を映したったんですが、いろいろあって夜です。夜です。夜です。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど海です。はい。一面。まあ千葉をねいろいろ行って、はい、バッテリーが上がり、ダムなのか湖なのかよくわからんところに行って、はい、最低なデートまあそういう、でもこういう時にやっぱすねへん女の子がいる。わかりますね。そうそう。こっちが見てた時に一緒に楽しんでくれる。はい。そういう子がいた。寒っ。極寒。風めっちゃ強い。ぐちゃぐちゃですよ、あと。はい、まあ、海沿い来たわけですが、はい、やったら幸せの食べ方を聞かれるか、はい、多いなぁ思ったけど、はい、ここに来て、はい、恋人の聖地。恋人の聖地来ましたよ。だよ、もう肝なの。ね、ありがちなもの、南京錠。本当だ。ラブっていう南京錠がすごい。ラブ南京錠。まあそんなにね、今日は千葉まで来たんで、はい、最後に美味しいものを食べて、はい、帰ろうかなみたいな感じなんですけど、そうですね。全くの今ノープランです。ノープラン。これからね、ね、はい、探り探り運転しながら。じゃあお店へ行こう。レッツゴー。行きますか。はい、じゃあね、車の方も無事、無事なのか分からんけど、はい、バッテリーの方も交換ができて、来ましたね。マジで助かったな、これ。助かったっす。こんな感じでね、本日の一日、お疲れ様でした。お疲れさまでした。よいしょ。よいしょ。ありがとうございます。レモンサワーです。うん、うまっ。いや、今日ね、もう一日、うまっ。一時で何も食べてないからね。ですね。そして動きっぱなしでした ね。焼いていきます。まずはじゃあコンビの菅井、コンビの菅井言いましょうか。結構大きいよな、これですね。思ってます。そう、コンビの菅井結構高いよね、今。なんですかね。なんとね、ここコンビの菅井がお通しで出てきて食べ放題。そう。続いて私のこれ大好物と言っても過言じゃない、アジのなめろう。岡山行った時に初めて食べて、なんだこれはみたいな。マジっすか。そう。うん。うん。普通。あれ？普通に美味しい。うん。普通に美味しい。うまみすごい。マジですか。うん。うまっ。あれ、コーヒーとか豊橋とかやったらあっちの方多いやろ。貝多いっすね。でもアサリとかが多かったっすね。ああ、滋賀県だ。谷市やからな。やばっ。いや、まあまあなレベルじゃない、これ。いや、まさかこんな当たりの店とは。誰も見てなかったこの大根とシソ、大葉全部食べんねん。結構な俺好物やねん。大葉は分かります。大根はちょっと
多分俺料理の脇役めっちゃ好きやね。あとあれとか好きですもんね、あのとんかつの定食のキャベツ。あ、そうそう、とんかつよりキャベツが好き。最初初めて一緒にいた時に3回4回ぐらいおかわりして、こんなキャベツいくんだって。とんかつを残すキャベツがね、ぐらい好きや、脇役な人生やから俺。いやいやいや、そこがあ、ホタテ美味しそうやな。うわ、はい、ごちそうさまでした。そうした。この店やばない。やばいっすね。めちゃくちゃ美味しいね。めっちゃうまかったっす。まあそんな感じで、今日一日千葉のいろんなところを回ってみて、はい、でも主要なとこ全然行ってない。そうっすね。でもなんか飛び回ったな。飛び回ってたね。一日中いろいろありましたね。まあね、どこまで見てれたかわからんけど、ちょっとでもね、旅行気分とか。そんな感じを味わってくれたらなっていうふうに思います。そしてまたね、バーベキューとか、いいですね、海釣りとか、いいですね、海釣りしたいですね、はい、ただやりたいことをやる、はい、みたいな感じのね、企画もどんどん考えていこうと思います。そして皆さんからのね、このザキチャンネルでやってほしいこととかリクエストをお待ちしてるんで、ぜひですね、ツイッターとかね、YouTube のコメントとかそういうのを全部見てますんで、そちらの方にもどしどし送ってくれたらなと思います。それでは皆さん、また会いましょう。木崎でした。浩平でした。バイバイ、はい、いやー、お腹いっぱい。来ました。めちゃくちゃ美味しいよ。いやー、すごかったっすね。こんな感じでね、特別ゲスト、お急やけど、はい、呼びましょう。店長、店長、はい、プロさんの店長です。はい、はい、なんでこんな美味しいんですか。多分海のものが、いや、まず驚いたわ、ホタテ、はい、あ、え、ホタテって千葉って、いや、あれ、北海道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 、はい。今日のホタテはちょっとラッキーだった。あれはあの値段で食べれる。そう、そうっすよね。はい。いや、あれはラッキーだ。美味しかったんで。はい。来たらずに来た際に。あ、はい。ぜひ。はい。魚屋さん。魚は力入れてます。ぜひ。はい。恐縮でございます。特別ゲスト、はい、店長です。イエーイ。待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。また来ます。